けども、はい。では今日も始めましょう。そうです。今日、簡単な料理、インゲン豆、インゲン豆と卵とレモンフレーバー、あ、はい、ね、まあ、名前がない私の、おばさん、いつも子供の時から作ってた、まあ、つけるとしたら日本語でインゲン豆と卵のレモン風味、そうですね、OK、はい、材料、はい、材料インゲン豆。インゲン豆。はい。そうです。めっちゃ言うてる。まあ、これ、好きな。はい。2人分だから、別に。あ、2人分こんなにいっぱい？違う。まあ、私は大好きなやつだから、別に。まあ、そうね。インゲン豆いっぱい。と、卵、2個。はい。2人分で2つ。はい。ですね。と、ニンニク。ニンニク。1個。はい。レモン。はい。1個。レモン1個。オリーブオイル、オリーブオイル、いつも通り、塩と、もし塩かったら胡椒けど別にこれを任せるね、はい、私は大好き、そのとりあえず始まる前、はいはい、私はこの、はい、そのもうお湯、はい、沸かした、そう沸かした、はい、このお湯の中、はい、ちょっと塩入れとく、そう入れ、これもパスタの茹で塩と一緒の感じ。そうね、そうね。じゃあ 3.5 リットルに 40g の塩ですね。そう、けど別にこんなちっちゃいな量。そうね、もったいない、もったいない。ちょっともったいないけど別に。はい、その半分でいいって感じね。そうね。はい、だいたい濃度、パーセンテージはそんな感じ。そうですね。はい。はい、OK。だからまあ、うん、これもう洗った。ね。はいはい、洗った。今、ちょっとこの。端っこ取るね。端っこ、そう、私は。多分前も言ったね、そのジェノベーゼ、はいはい、私はこれだけ取ります、はい、このちっちゃい尻尾、はい、私は好きだから別に取らない、はいはいね、だから茎が何ていうのくっついてる部分だけ取るってことね、そうですね、はい、じゃあ始めましょうね、はい、はい、もう、ね、あ、もう全部取っちゃいましたねそうね、これはい、こんな感じで尻尾だけ尻尾だけじゃないわ、尻尾は残してそう上の部分だけ取ったんね、うん、尻尾かわいい、尻尾かわいいはい、多分なんか入れましょう、中はい入れます、はい、もう一回沸騰したら、はい、2、3分で茹でましょう、はいはい、沸騰が始まってから2、3分間茹でるってことですね、はい、まあまあ沸騰するまで待ちましょう、沸騰してる？沸騰してる？はい、3分、はい、3分待ちましょう、ちょっと待って、待ちながら、待ちながらニンニク、はい、もうカットして、はい、ニンニクカットして、いつも通りチェックして、はい、中に芽がないかね、フライパンに入れて、はい、ちょっとオリーブオイルに、オリーブオイルを、はい、お入れて、はい、トゥルッと入れたね、はい、とちょっと火つけて、お火もつけた、はいと、はい、待ちましょう、もう一回ここに来て、はい、待ちますと、動きます、はい、どうでもいい入れ物、はい、どうでもいい入れ物に卵、はい、1、はい、2、はい、とレモン、はい、汁、お、はい、種が落ちないように手を添えて、そう、うん、お、飛んだ、 OK、 ああ、1個全部使うね、レモンは、 OK、 とちょっと塩、塩、ザク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 、こしょ、はい、これも好きな量ね、そのそう好きな量、はい、うん、で混ぜる、混ぜて、はい、オッケー、この近くに行きましょう、はい、もうこの、はい、ちょっと本当よ、ニンニクはちょっと、
焼けてるでしょ、焼けてるというか、まあ、揚げてるね、揚げてるね、はい、ゆっくり香りを出していきましょう。そうです、ニンニクからもうそろそろもう40秒、ああ、あと40秒でインゲンが全部その 3分の料理ね、あ、はい、基本的に今まで、はいはいはい、日本でね、あの昔キューピー3分間クッキングっていうテケテテ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 って番組があって、本当に3分で料理するんよね。素晴らしい。どうやって、いや、だからもうせや3分でカットして、1回、あー、もちろん3分で全部やるんじゃないでしょう。3分カットして編集してるって話でしょ。あ、来た、はい、はいはい、ちょっとちゃんとピッピッピッ、またぐ の、 そのフライパンの上またいだら水をちょ、あ、入れるんだ、入れる、あこれ用意してたから水切るんかと思ったらそのままそっちで切っちゃったね。一番近い、まだ、お、取ってるもったいないからね、もちろん、はい、炒めましょう。ちょっとだけ炒めます。はい。もう茹でてるからね、別にそのままでもいけるんやもんね。そうですね。はい。ちょっとだけその味、なんという。ニンニクの香りを吸わせる。そうですね。はい。と。はい。今。卵。はいはい。今卵も入れちゃう。お、入れちゃった。完成でーす。はーい。私は好き。まあ、アリチェ3分間クッキング。3分じゃない。では早速味見しましょう。そう、我慢できないからそのすぐ食べるね。すぐ食べちゃう。いただきます。ボナペティト。ボナペティト。おいしい。懐かしい。懐かしい。これどういう時に使う？食べる？前菜？え、コントロのメインの時の横に添える。そのサラダもあります。他のちっちゃいなもの、じゃがいも。はいはい、だから肉の横とかに置く。肉の横とかに置くってことでしょ？うん。そのあなた全部食べちゃうやん。うん。ね、うん、まだあるか。そう、あるけど。おいしい。うん、ね、うん、分かる、そう、ちょっと交渉でもいいですね、何が分かると止まらない、そうね、そうそう、まあライト、うん、そう、ね、軽いからと、その、うん、レモンフレーバーだから、そうね、あ、これよく合うね、ほんとインゲンとレモンと、そう、うん、うん、まあ、もちろん卵で濃厚さも出るし、そう、これ美味しいわ。ね、まあ、イタリア人もそのちょっとびっくり、うん、びっくりというかその知らない人はね、いっぱいいます、うん、はいはい、すごいシンプルで簡単なのにめっちゃ美味しいし、ハマる料理ですね、うん、そうね、うん、ぜひ皆さんも試してみてくださいね。Yes! はい、ではまたまた、じゃあ